覚悟はいいかい。 その夜、世界は暗闇に閉ざされた。来たぞ、左舷。全てのものの府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。たちモノノフだけだ。無駄死には許さん。一匹でも多く
鬼を撃て。本部より特務隊千里眼による索敵を開始。街路に多数のガキを確認、殲滅し進路を確保せよ。化け物、あんたら一体、あの化け物は誰でもいい、助けてくれ。トザムの兵士、今は助けられない、相手にするな。鬼の死骸は正気の苗床になる。捨ておくな、鬼払いで片付けろ。そのまま港まで制圧せよ。進行方向に新手の出現を認む。ガキとは違って手強い。警戒せよ。弾振りの使用を推奨。御霊の力を借りて鬼を撃て。V 破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃して V 破壊せよ。確認、見事だ。全隊員に緊急通達。象の鼻付近に強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな、象の鼻に急行せよ。神羅号と交戦を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着せよ。それまで持ちこたえよ。大型の鬼は生命力を内に隠してくる。 V 破壊で敵の本体を引きずり出せ。鬼チームの使用を推奨。一気に敵 V を破壊し攻勢をかける。何があった？軍師クヨ、いつの間にそんな前線に。何の不思議がある。戦場で兵を指揮するのが私の役目だ。神羅号はどうした？逃げただと？下船な。圧倒的優位な状況でなぜ？警戒を怠るな。またどこから現れるかわからん。いずれにしろ港は抑えた。全員よくやった。
ここを拠点に鬼を迎え撃つ。メガカン、味方の動きはどうなっている？はっ、霊山の本体が小田原から北上中。まもなく横浜に到着すると思われます。よし、本体の到着までここを死守する。全員準備はいいな？数限りない、地平線を埋め尽くすほどにな。北の地はすでに落ちた。ここで奴らの南下を食い止める。たとえどんな犠牲を払っても。なんだあれは。なんだこいつ。おい博士、妙なやつが倒れてるぜ。ん、帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。ったく、面倒ごとばっか押し付けやがって。